一度行ってみたいと思います。皆さんは今からやる技を一番見たいんじゃないかと私は思っております。最後の技なんですけど、最後は椅子を使った逆立ちの技で締めたいと思います。とっても危ない技です。絶対にですね、やってる最中に前に出てこないようにだけしてください。そこだけ絶対に守ってくださいね。お願いいたします。この技の使い手は世界各国のサーカスにかなりいますが、私もは何点かそのサーカスさんの人と違うところがあります。まず一つはですね、初めの一歩がこの高さです。普通はここからスタートなんですね。当然あそこが一番最初ですから、どんどん高いところまで行きます。そして今日は、風があんまりないので、できるだけ高く積みたいと思います。頑張ります。そしてもう一つですね、特筆するところが、うちのメンバーは女の子ということなんですね。21歳の女の子、どれだけ苦労してこの技をできるようになったか、そんなことも皆さんは頭に入れながら見ていただけると大変嬉しく思います。私もトップのゆうたをといいます。女の子ですよ皆さん。一番我々の中ではですね、テレビ出演も多く、皆さんが見たことあるという人も多いかもしれません。そして最近では野毛大学の顔になりつつあります。そんな彼女のすご技で締めたいと思います。最後になりました。どうぞ皆さん景気づけに大きな拍手ください。もっともっと大きな拍手いきましょう。高橋さん、ゆうたの登場です。よかったら考えてください。うまくいったらとっても素晴らしいシャッターチャンスとなります。フォトグランプリに狙ってください。
さあ、もう一丁行くと思いますが、実は彼女にはもう一ポーズ、今日はスゴ技を用意してきたんです。風がちょっと出てきたんで、ちょっと待ってくださいね。風待ちしましょう。さっきまで風ほとんどなかったんですけどね。さあ、でも今回はですね、1年ぶりのこの野毛大道芸、いつもどっちか一日天気悪かったりして、僕らは半分ぐらいの力で終わってしまうんですが、今回は2日間ともこの快晴です。なんとかやり遂げたいんです。どうぞ皆さん、我々の背中を押してもらえないでしょうか。彼女の大きな拍手をください。もっともっと大きな拍手を。それでは行きましょう。最後のポーズです。ありがとうございました。最後は大丈夫できました。
スタッフマンのラモさんのプレゼントをお願いしたいと思います。それでは最後までありがとうございました。ありがとうございます。後ろの方、私はこの方です。いましません。よかったらお願いします。ラモさんのプレゼントお願いします。あの思いの超えちゃうんでなるべく頼んでください。ありがとうございます。あ、すみません、ありがとうございます。後ろに来ますから、私ちょっと大丈夫ですか。すみません、お願いします。ありがとうございました。またやりますんで遊びに来てください。ありがとう。静岡さんは大丈夫ですか。大きなお子さんは、大きなお子さん、大きなお子さんの方はいっぱい入れてください。ありがとうございました。ありがとうございました。